はい、それでは時間となりましたので始めたいと思います。カッカさんによる複数センサーシミュレーションによる行動認識、アクティビティレコグニション解剖そして実用化です。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。発表させていただきます。ありがとうございます。いろいろある中でここを選んでくださってありがとうございます。この時間帯結構競合が多いんで不安だったんですけれども、なんとかこれぐらい、大勢ですよね、大勢の方に来ていただいて嬉しく思います。はい、このセッション目次なんですけれども、まず最初に Android のアクティビティレコグニションについて、基本的な使い方や特徴そして注意点などを説明していきます。でその後よりよく知るためにセンサーデータを用いたアクティビティレコグニションのシミュレーションを行っていって、その手法結果を、発表し、その後実用化に向けたアクティビティレコグニションを用いた行動認識の実用化について説明したいと思います。まあ、最初自己紹介させていただきたいんですけれども、カッカと呼ばれています。でツイッターにその資料の URL とかをシェアしているので、まあ、そこから辿っていただいてもいいんですが、会社はドライブモードというところで車運転者向けのアプリを作っています。実際にこのアプリでアクティビティレコンジションを使って運転を検知して自動的に起動したり自動的に運転終了検知してシャットダウンしたりと、そういうことをロジックも入っていますと。はい、じゃあ早速アクティビティレコンジションの説明に入っていきます。この辺はインターネットに載っている情報なので、サクッと説明していきたいんですが、アクティビティレコグニションって何なのかと言いますと、ユーザーの行動が認識できる、つまり、ここにバーッといろいろあるんですけれども、乗り物に乗っているとか、自転車に乗っているとか、歩いているとか、静止しているとか、そういった、ユーザーの行動がリアルタイムに知ることができるというものです。で使い方なんですけれども、本当にサクッといきますと、パーミッションがいるので、アクティビティレコンジションのパーミッションを与えてやります。で、先にその結果を受け取る側を説明した方が分かりやすいかなと思います。結果を受け取る側なんですけれども、これ、インテントサービスで受け取るんですね。なので、インテントサービスを継承したクラスを作ってやって、でその中のこのハンドルインテントの中身、インテントの中に結果が入ってくるので、このインテントに対してアクティビティレコグニションリザルトのエクストラクトリザルトってやってやると、アクティビティレコグニションリザルトというものが取れます。でそのリザルトに対して、ゲットモーストプロバブルアクティビティってやってやると、一番可能性の高いそのそうですねアクティビティがディテクテッドアクティビティという形で取れます。で一方でそのリザルトに対して get probable activities ってやってやると、可能性のあるアクティビティがリストで一覧で返ってきます。でこれが受け取る側の実装です。で、ディテクテッドアクティビティっていうものが最終的に取れるんですけど、これの中に何が入るのかというと、タイプコンフィデンスというのがありまして、タイプというのがさっき一覧でずらっと見せたオンフットとかインビークルとかスティルとか、そういった情報になります。でコンフィデンスには信頼度のスコアがあって、0が一番信頼度が低く、100が一番信頼度が高いという感じになっています。はい、で、受け取る側を作ったので、次はリクエストする側を見ていきます。で、アクティビティレコグニションクライアントというのが使えるようになっています。でこれはもうアクティビティレコグニションのゲットクライアントでコンテキストを渡してやるともう簡単に作れますと。でここでですね、インテントペンディングインテントを作るんですが、それにはさっき作った受け取る側のインテントサービスを使ってペンディングインテントを作ってやります。であとはそのクライアントを使ってリクエストアクティビティアップデートやってやると、引数にそのペンディングインテントを渡しますね。でこれでもうリクエストができるんですが、ここに0という数字が、今渡しているんですけれども、これ何かというとディテクションインターバルミリス、ドキュメントに書いてあるんですが、要はその実際にそのディテクテッドアクティビティのリザルトを受け取る頻度
ですね。なんで0が最速なんですが、例えばこれを5000とかにしたら5秒が最速の頻度となります。でこれ0にするとじゃあどれぐらいの頻度で実際来るのかっていうと、これデバイスによってまちまちで、Nexus とかで確認したときは一番早くて5秒から10秒に1回ぐらいかなと思ってたんですけど、今朝聞いた情報によると、シャオミとかギャラクシーの一部の端末は1秒に3回ぐらいアップデートが来るという情報が入りまして、これは0にするのはちょっと危ないかもしれないですね。で API21 からデバイスがパワーセーブモードの時に頻度が少なくなるというふうにも書いてあります。実際スティルっていう静止状態のアクティビティを長く受信した時に、しばらく通知をしてこなかったりとか、そういう挙動もあります。でリクエストした後なんですが、タスクが返ってくるようになってて、でここでいろんなリスナーをセットできるのでエラーハンドリングとかも可能です。でリクエストした後はさっきと同じやつなんですけど、さっきのインテントサービスのオンハンドルインテントで、結果が取れますという感じになっています。で各アクティビティのタイプの特徴とかをちょっと説明していきたいんですが、まずオンフットというものが一つあります。オンフットっていうのは歩いているときにまさに検出されるんですが、これすごく簡単に検出されて精度と頻度がかなり高く受け取れるものになっています。で、歩きスマホでもそうですし、ポケットに入れているときもそうですし、簡単にこれは検出されます。でより具体的になったアクティビティでウォーキングとかランニングがあるんですけれども、名前の通り歩いているとき走っているときに検出されますと。ですが、オンフットに比べると結構頻度が少ないので、例えば歩いているときでもオンフットの方がやっぱ先に検出されたりをします。で次にインビークルというのがあります。インビークルは車に限らずですね、何かしらの乗り物に乗っているときに検出されます。車だけではなくて電車とかバスとか飛行機でも観測できているという状態ですね。で、結果受け取りのところで、Most Probable Activity というのをゲットし、一番可能性の高いアクティビティですね、ゲットできますよと言ってたんですけども、それがアンノーンになることがあるんですね。でこの場合は Probable Activities をリストでゲットして、その次の可能性の高いものをゲットしてやると、実はインビークルが入っていたというパターンも結構見かけられます。でこれも同じく、スマホホルダーにデバイスを固定しているとき、車のシートに、デバイスを放置しているとき、ポケットに入れているとき、いずれでも検出されるようになっています。で今はもうないんですけれども、昔はインビークルホールディングっていう、関連したアクティビティもありまして、これちょっと使いどころが難しかったんですが、インビークル来てほしいところでインビークルホールディングスが来て、なんか期待外れなタイミングで来てたりもしたので、使いどころが難しかったんですが、今は削除されているみたいです。で、それに関連してオンバイスクは特別自転車に乗っている時用のアクティビティというのがあります。これがですね、あんまり普段自転車乗らないんで、観測する機会があんまないんですけども、実際、自転車にスマホホルダーつけて、自転車をスマホそのホルダーにつけて自転車を乗ってる時に、確認できました。でスティールっていうのがあります。これはもう完全にスマホが静止している状態ですね。スマホを静かなところに放置している時に検出されます。で、例えば家の机の上とか床の上とか、寝てる時でもずっとスティールですね。で体が静止しているという条件ではポケットに入れている時でも検出されます。あとティルティングっていうのがあって、スマホを回転させている時ですね、ポートレートランドスケープ動かしている時とかにティルティングが出ますという感じになります。こういうアクティビティがゲットできるんですが、じゃあ実際にオンフット歩いている時に検出されるものなんですけれども、これ実際に無理やり検出させることができて、歩いてない時にイメージしてみると分かりやすいんですが、歩いてる時にスマホに伝わる振動ってのを
イメージしてやって、こう立ってる状態でこういうふうにデバイスを振ってやると、もう簡単にこれオンフット出てくるんですよね。はい、足使ってないんですけどね。でこんな感じでオンフットも出るんですが、インビークル、これも無理やり検出させることができまして、なかなか想像しづらいと思うんですよ。車に乗ってる時の何ですか、ね、振動といいますか、まあ、どういうセンサー使ってるのかわからないですけど、まあ、それをスマホに伝えてやるというのはなかなか難しいんですけど、結果論なんですけど、僕が長いことアクティビティレコンディションを使ってこの状況で検出されましたっていうのがあって、実際に自分でやってみたらもう 100% 検出できるようになってしまったんですけど、これ机ですね。机があります。でこれスマホです。で机のこの辺を指でこう叩いてやるんですね。こうするとインビークルが検出されますよね。これ面白いですよね。あとはインビークルもう一つあって、僕個人的にドラムを叩くんですけれども、ドラムセットがありますよね。でスマホを床に置きます。これスマホですね、はい。で僕は個人練なんでドラムしか音が鳴ってない状態です。で僕ドラムを演奏して、で休憩しようと思ってスマホを見るとインビークルがなぜか検出されてですね、なんでだろうと思ってますけど、やっぱ、そのドラム叩いたら絶対似てるんですよね。これは振動が似てるのかなっていうことが予測されます。なので結構その想定外のシチュエーションで誤検出があるので、そのまま実用化するには難しいという感じで、結構うちのアプリでも入れた時にユーザーから苦情来たりとかしたんですが、じゃあ改善したいと思うじゃないですか。で改善する方法ってなかなか難しいですね。そのアクティビティレコンディションの中身がどうなってるのかもわからないですし、位置情報とかその他のセンサーとか使ってやればいいのかと思うんですけれども、そもそもでアクティビティレコンディションってどのセンサー使ってたりするのとか、そもそもいろいろセンサー使った上で出した答えがそれであればなんか改善できなさそうですよね。でアクティビティレコンディションじゃ中身どうなってるのかわからないんで、じゃあどうするのかって考えた時に、あらかじめセンサーデータを集めてですね、各センサーごとに端末に注入してシミュレーションすると何か分かるんじゃないかと思ってシミュレーションをやってみました。はい、アクティビティレコンディションのシミュレーションです。Android のエミュレーター多分使ったことある方多いと思うんですけれども、エミュレーターって当然センサーついてないので、センサーの値を例えばリアルタイムで表示したときにずっと固定の値が表示されてるんですよね。0とかずっと何も動かない値が表示されてるんですけれども、これエミュレーターに直接センサーのデータ入力ができるんですよね。どうやるのかと言いますと、エミュレーターにちょっとテルネットでアクセスしてやって、ローカルホストテルネットローカルホスト554ってやってやると、まあオーセンティケーションしろとか言われるので、まあホームディレクトリのエミュレーターコンソールホーストークンとかここにトークンが入ってるので、オースってやってやるとまあつながるんですけど、そこでセンサーセット、センサーの名前、バリューっていうふうにやってやると、実際に Android のエミュレーターにセンサーの値が送れます。でこの場合だと、Android のエミュレーターのアクセラレーションのアクセラルメーターですね、のセンサーに XYZ の値が000と注入されるということになります。で実際にセンサーセットアクセラレーション100、100、100ってやってやると、まあ、100、100、100と。という数字が入ります。でこれを使ってやってちょっとシミュレーションできるんじゃないかなと思ったので実際にやってみました。で実際の手順なんですが、まずですね、実機のデバイスあるじゃないですか、これを持って各アクティビティを実際に行います。オンフットだったらこれを持って実際に歩きます。でその間アクティビティレコンディションを走らせておいて、実機でどういう認識がアクティビティが検出されるのかを記録しておきます。でそれと同時に歩いている間に、同じタイミングでセンサーのデータ生のデータを数値としてずっと記録しておきます。でその取得したセンサーデータをエミュレーターに流し込みながら、Android のアクティビティレコンディションを走らせて
認識結果を見てみようという実験をやってみました。はい、で実際どのセンサーを使うのかが難しいところで、全部使ってたら結構データ量も多くなって、どう考えても使ってなさそうなものもあるので、ちょっと一旦選んでみました、その使うものを。で順番に見ていくと、ちょっと小さくて申し訳ないですが、一番上アクセラロメーターですね、加速度、これはまあ使いそうなので使います。2番目はアンビエントテンプラチャーは気温なので、これはまあ使わなさそうですよね、気温に関わらずアクティビティは検出されるの で、 で重力グラビティは、加速度のアクセラロメーターでもう重力はまあ考慮されるものなので、まあアクセラロメーターで十分そうだなって思いました。とでジャイロスコープ加速度です、これはちょっと微妙だなと思ったんで一旦使ってみることにします。でライト照度は、これポケットに入れてる時も同じ結果なので、まあ使わなそうだなって言ったので一旦省いています。でリニアアクセラレーションっていうのはドキュメント見ると、モニタリングアクセラレーションアロングスイングアクセスって書いてあるので、まあこれも使わなさそうですね。でマグネティックフィールド磁場は、まあこれも全然関係なさそうですね。でオリエンテーションは、まあ、アクセラルメーターやジャイロスコープで十分そうなので使わない。で気圧っていうものを使わなそうですね。なんか富士山登ってるなみたいなアクティビティがあれば使うのかもしれないですけど、使わなそうだと。プロキシミティ、近接センサーは、まあ、これも同じくポケットに入れてる時も同じ結果だから使わなさそうだと。レラティブヒューミディティは湿度ですね。湿度もまあ、湿度の高い低い関係なさそうなので使わないと。でローテーションベクターっていうのがあるんですけど、これは、ティルティングには使うかもしれないんですけど、今回はティルティングを検証してないで一旦は使わないと。でデバイス温度も使わなさそうなんで一旦この2つに絞りました。本当にそれでいいのかっていう気がするんですけれども、とりあえずでもこの2つ使ってみて精度悪そうであればまた他のセンサーを増やしてみればいいかなと思います。でさらに精度をこれで良さそうなんであればセンサー絞ってもいいのかなというので、実際そういう実験もやっていきました。はい、でオンフットの実験をやってみました。実際に実機で持って歩いて、実機で検出したアクティビティレコンションの結果がこれになります。当然この時はセンサーデータは記録しています。これまあ6個しかないんですけど、これ1分ぐらいかかってます。実際にでオンフット全部出てますね。でコンフィデンススコアも100がマックスなのでかなり高い精度、まあ、実機でもオンフットやっぱ検出の精度は高いということが言えますね。じゃあここで取得したセンサーデータを、エミュレーターに流し込んでやります。このセンサーはだから、アクセラレーションとジャイロスコープのデータをエミュレーターでに流し込んでいる状態ですね。でその時にエミュレーターでアクティビティレコンディションを行った時がもう完全に一致してます。オンフット全部検出されてコンフィデンスもほぼほぼ同じ値になりました。なのでこれが実験アクセラレーションとジャイロスコープのセンサーデータを流し込んだ結果で、アクティビティの正解率は 100% で平均信頼度っていうのが、まあ、ほぼ同じ値ですね。まあ、ちょっとずれてるのはその、まあ、これ誤差なんですけれども、アクティビティレコンディションをスタートさせるタイミングとかセンサー流し込むタイミングとか、まあ、もろもろちょっとした違いはあるので、この辺のスコアは、まあ、必然的に違ってきます。なのでこの結果からだとアクセラレーションとジャイロスコープだけですでに完璧な精度が出ているということが言えると思います。じゃあ次に、精度が良かったのでセンサーをちょっと絞ってみようと思ったので、アクセラレーションだけをエミュレーターに流し込んできました。するとそれでもオンフットが全部検出されコンフィデンススコアも高いと状態になっています。で実機、アクセラレーションとジャイロスコープ、アクセラレーションのみ全部アクティビティの検出結果は同じで、信頼度も、まあ、同じような値になっていますと。なので、オンフットの場合はアクセラレーションだけで完璧な精度が出ました。
でオンフトだけだとやっぱ足りないんで、インビークル、これもちょっと使ってやってみたんですけれども、これ実際に僕があのタクシー、拾ってこの辺10分ぐらいぐるぐる回ってくださいってお願いして10分あればいろいろ走れますよ、そうですか、あははみたいな会話をしながらですねあのこの PC とスマホを持ってあの車用意しながら必死でこうデータを集めてたわけですけれども、まあ、その時にあのゲットしたアクティビティレコンディションの結果が、まあ、ちゃんとインビークルが検出されてました。でコンフィデンススコアもかなり高いですね。でこの時に、取得したセンサーデータの結果をエミュレーターに流し込みました。でもちろんこれはもちろんというかもうアクセラレーションだけにしたんですね。この時はアクセラレーションだけ流し込んでもインビークルが全部出てきました。インビークルなんか位置情報とか使ってそうですけど、アクセラレーションだけでこれで出ちゃうんですね。でコンフィデンススコアも高いということなので、インビークルにおいても、アクティビティの正解率は 100% で平均の信頼度っていうのも、まあ、大体同じになりましたという感じなので、これについてもアクセラレーションだけで完璧な精度が出たということが言えます。で他もまあ検証する価値はあるとは思うんですが、一旦ここで、シミュレーションの結果についてまとめると、アクティビティレコンディションにおいてはセンサーはほぼアクセラレーションを使っていると言ってもまあ過言ではないのかなと。でもちろんですね、その他のアクティビティ、ティルティングとかオンバイスキューとかウォーキングランニングは追加して検証を確かめる方法があるんですが、必要があるんですが、この2つの結果からだとほぼアクセラレーションだろうということが言えます。で位置情報とかその他のセンサーの影響は少ないということが言えます。エミュレーターに対して位置情報は一切、知らせてないので、位置情報の情報はもうゼロの状態でアクセラレーションだけで結果が出たので、そうですね、位置情報をオンにしていたら精度が上がるよみたいな情報はちょっと、まあ、信頼度が低いかもしれないですね。で、アクティビティレコンディションはアクセラレーションのデータから予測できる実際のユーザーの行動のヒントであると捉えるべきです。なのでヒントを得てから他のセンサーを組み合わせてですね、精度の高いユーザーの行動検出をすることが必要になってきます、はい。でじゃあ実際に実用化するためにどういう流れでやったらいいのかをちょっと考えていきましょう。で車に乗っていて、スマホ自体はこのホルダーにセットされている状態、この状態を検出したいと思います。となるとまずはアクティビティレコンディションでインビークルを検出します。でこの時は、まあ、まだヒントですよね。この時に絞り込める条件がこれぐらいあります。電車かバスか電車か飛行機に乗っているかドラムを叩いているか机を叩いていてかつポケットにあるかないかもうちょっとわからないという状態なので、ここからまあ位置情報を使ってスピードを計測してやると、まあ、飛行機とか電車はちょっと早いんで絞れますよね。却下できます。でドラム叩いて移動はできないですし机を叩いて移動もできないですし、まあ、これも却下できますと。でポケットにあるかないかはまだ分からないという状態なので、例えばここでプロキシミティセンサー、近接センサーですね、このデバイスの上の方とかについてるんですけれども、これ使ってやると、ここの近くに物体があるかないかが分かるんですよね。でポケットに入ってたらこれ近づいてると考えちゃっていいので、その値を見てやるとポケットに入っていないというところまで絞り込みますと。ですが当然例外はありましてですね、この謎の魔法の絨毯が等速直線運動を続けており、その上に机があってスマホをそこに置いてですね、机をバンバン叩くとこれは検出されてしまいますよね。まあでもこれは現実的にはあれやないんで、レアというかインポッシブルですね。これはまあこの非現実的なもの以外にでもこういうのもあるんですよね。これドラムなんですよ。でドラマーがたまにライブ中にこう空中ブランコに乗って移動したりとかするんですよ。でここにスマホ置いてたら多分こう検出されますよねっていうレアケースもあるんですが、まあレアケースはレアケースとして、
まあ、考えなくてもいいんじゃないかなというところまではいけると思います。でじゃあ歩きスマホの状態を検出したいってなった場合にこれもちょっと考えてみます。これスマホですね。でこれ人です。でこの状態はまずアクティビティレコンディションでオンフットを検出しますよね。でその状態だと歩いているかスマホをリズミカルに振っているかポケットに入っているかいないか画面を見ているか見ていないかわからないという状態です。でこれも例えば位置情報ですスピードをチェックしてやると、まあ、歩いているぐらいのスピードというのがまあ分かると。でもポケットに入っているかいないかはわからないですし、画面を見ているのか見ていないのかもわからないと。この状態なのかこの状態なのかわからないと。でさっきと同じようにプロキシミティセンサーでポケットに入っているかいないかをまあ判別できますよね。で例えばなんですけどここでグラビティとかオリエンテーションの値を確認すると画面のその方向ですね、例えばこういう方向を向いているとかは分かるので、まあ、ここまで絞り込めますよと。で大体これで歩きスマホになるんじゃないかなと思うんですが、これもこういう状態はダメですよね。これスマホなんですけどなんかこのライトを使うためにここにつけるというかこういう状態はダメですね。これはまあダメなんですがレアケースなので無視しましょうという感じになります。他にもいろいろなんですかね、アクティビティレコグニションのヒントをもとに、いろんな具体的な行動というのを検出可能にはなるんですが、紹介は一旦ここまでにしてちょっとまとめますと、アクティビティレコグニションではアクセラレーションを目に使って行動検出をしていそうだということが言えました。でアクティビティレコグニションは現状誤検出がかなり多いので、アクティビティレコグニションの検出結果をヒントにしてさまざまな情報からユーザーの行動認識の精度が高められるという感じです。はい、発表以上になります。はい、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。